試合お疲れ様でした。お疲れ様です。 KO 勝利見事でした。ありがとう。まあまあまあきっちり宣言通りインタビューでも記者会見でも言ってたみたいに1ラウンドで KO 約束果たしました。はい、まあ1個だけ言わせてもらったら、まあ、適正体重やからもう俺の実力はっきりほんまに相手61キロでこんなもんかなと思いますね。はい、あの目怪我されてるんですけどそれについてあんまいじらんとってそれについてはい、ちょっとね今応急でテーピング貼ってるんですけど今からちょっと目の検査いきます。でちょっとどうなるかっていうのは分かってないんですけど、まあ、完全に視力視界失ってるんでまあライブ配信する予定やと思うな。だから、うん、さっきそっちで報告になるかどうかちょっと分かってないんだけど今からまあ目の検査じゃなくて目の検査に行ってはっきりさせてまあちょっと大ごとやったら年末の雷神とかちょっと間に合わんのかな分からんけどまあライブ配信かこの動画がさっきか分からないですけどまあ検査結果が出次第ちゃんとお伝えしたいかなと思いますね。初の MMA 選手、はい、まあ魚井選手、はいはい、とやってみてまあどうでしたか。まあ MMA の選手って言っても、まあ、立ち技でほとんど勝ってる選手やし負けてる試合寝技の選手やからまあまあ大体立ち技メインの選手で立ち技での怖さがあってっていう人やから、まあ、あんまり MMA 選手っていう考えではなく、まあ、一キックボクシングのルールで戦う選手として、まあ、きっちり、結果を残して勝たなあかんなっていう気持ちで取り組んでたんでそこまでなんか MMA の選手やからどうこうとかはなかったですね。最後に、コージ選手についてマイクパフォーマンスで、はいまあ、言ってはったんですけど、はいはいはい、年末、うんまあ、コージ選手とやるって言ったんですけど、まあ、それについてどうお考えでしょうか。うん、まあ年末さっき言ったみたいにちょっとここだけが心配やから、まあ、見てもらってるファンのみんなもちょっとねここだけが心配になると思うから、うん、なんとも言われへんけどまあ年末できるか限り間に合わせて浩二選手と対戦オファーを受けてもらって盛り上げたいなっていう気持ちは変わらないんで、はい、そのつもりで動こうかなと思います。で、まあ、もし間に合わんかったとしても俺が浩二選手を狙ってる今現時点では浩二選手を狙ってるっていうことに関しては変わらんから、まあ、すぐに直して治り次第まだ断られてないんでねオファーを出し続けて完全に逃がさんと倒しきろうかなと思います。まあまあまあ見とけよって感じですよね、うん、ありがとうございます。はいっていう感じでいいですか。ちょっと目が痛いんで検査に今から向かいたいと思います。はいということでまあ今回の動画はまあ一応このね試合直後のインタビューということでインタビュー動画撮らせてもらったんですけど今後この1ラウンドで圧勝した試合の裏側舞台裏映像も用意してるんでそれを編集でき次第、まあ、ちょっと経ってから上げたいかなっていうのとあともう一つはその魚井選手、相手の魚井選手とやる戦うためにすごいやっぱりいろんな作戦も練ってきたし結構なね、その相手を想定してっていう練習はしてきたんでそれの出稽古動画やったりとかまあそういうところもちょっとずつ上げていければなと思ってるんではいそちらも、チェックしてもらえたらなと思います。はいなんでまあ約束通り1ラウンドで KO したんで強かったと思う方は会場が盛り上がってるって思った方はチャンネル登録とグッドボタンしてもらえたらなと思います。今日の仕事はこれで終わらせてください。はい、ありがとうございました。終わっていいかな。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、行き先は病院です。恥ずかしい。
車出せ